駐車場で何があったのかは分からないけど、誰かがあのフェンスを越えて入ったとは思えないから、中にいるのは知り合いよ。もしジムがいるなら入れてくれるわ。ジムだって？え、ジムってあの警備員の？あの警備員のジムか。お前を迎えに行ったあの時、俺を撃とうとしたやつだ。それは昔の話じゃん。めっちゃ昔の話気にしてんじゃん。ああ、悪い方にな。サラ・アイリーン・ウィテカー、ID 2007659。こんにちは、サラ・アイリーン・ウィテカー。クローバーデール研究所に。いいから早く入れろ。お待ちください。ログインから？ログインしてないでしょ。ねえ、言ったでしょ、他のドアは壊れてたのよ。いい？いや、絶対あいつが襲ってくるわ。そんな嘘でしょ。え、もうやり合ってんの？この世界では誰も信用されない。本当にね。想定しておけ。これで納得したわ。え、誰と誰が戦ってんのこれ？なんとかやった。違う、我々が襲われてんのよこれ。終わったら合図する。スタッフはメンテナンス棟へ急いでください。スタッフはメンテナンス棟へ急いでください。え、応援呼ばれてんじゃん。イライラ。やるしかないのこれは。やるしかないのか。別に戦い合いに来たわけじゃないんだ。やめてください。研究者です。こちらは職員です。まあ、言いながらもう立て続けに殺していくっていうね。いいぞ。今行く。え、まだ、おっとっとっと来てますけど。警察に通報しましたって。警察は来ないですよ。こっち。いいぞ。ほいほい。まあ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 、一般人だったらそんなにね問題はないんですけど。医療キット。わかった。消毒液。パイプ爆弾が出てくるんだったらいいんだけどな。布。え、もうやってるけど。上からか。捕まえた。いいぞ。おい、これ警備員。こんなにうぶも言わさず撃ってくるけど、警告ぐらいしたっていいでしょうにね。警備スタッフはメンテナンス棟へ急いでください。開けてください。ロックされてる。サラ・アイリーン・ウィテカー、 ID 2007659。 エグジットって書いてますけど、外出るのこれ。施設への侵入を確認。クローバーデールを封鎖しました。繰り返します。無効化して。 ID 2007659、 無効化。セキュリティプロトコルアルファ761を無効化しました。まったくしつこいよね。内部ではまだ ID が使える。行くわよ。今度は俺が先に行く。何が起こってるのかよく分かんないね。同時に行きましょう。まあいいけど。アトリウムを見つけ。おーおーおお。消毒液。え、どこ？あわ。頭が武器使用が許可されています。まだいるね。こっち。おっと来た。これ壊せる。なんか見たことあるタイプだなと思ったわ。ここにいる。まもなく到着します。警告しなければ危害は加えません。はい、開けてください。もう一度。サラ・アイリーン・ウィテカー、 ID 2007659。 これセキュリティを無効化して、いちいちこれやるの。ダンスを止めて。よし、いいか。ドアを閉めてロックするんだ。ジム、待って。え、今ジムだった。予想通りの展開だな。侵入者に確認しないと。ああ、
ここは大丈夫。何もない。警察に通報しました。あんまり研究所っぽくないですね。ここは研究所か。あ、ないなあ。あ、もう外出られる。もう出られんね。ここまで。警備スタッフはメンテナンス棟へ急いでください。医療キットこれ以上持ってない。進むのはあっちか。よし、問題ない。利用が許可されています。警告。あ、結局ここ入んのね。顕微鏡試験官。サラ ID 見てか。 ID 2007659。 セキュリティを無効化してアナウンスを込めて。警告。警察に通報しました。まもなく到着します。極秘のウイルス研究。やっぱりこの会社がこの元凶だった可能性高いね。まあ、そら、どっちみち正面から入るのは危ない。ドアを開けた途端に銃で狙われるのがオチさ。他を当たろう。隠れてればいいじゃん。他に作戦でも。それは、天井から入る。またそうだな。ここからあの屋上に行けるか。こっちよ。やっぱりそうなん。警告。どっち？やっぱこっち。外に足場がある。どこに足場から屋上に。これじゃあサラが上がってくれ。え、私が上がるんじゃないの。上についたら適当に撃って奴らの注意を引きつけてくれ。その間に俺はこのドアから入って。え、ドアから入んの。奴らを打ちする。なるほど、いい作戦ね。でも一つ問題があるわ。まもなく到着します。なんだ。抵抗しなければこのドアはロックされてる。そうね。大丈夫、考えます。あのドアを開けるのはサラにしかできないでしょ。何？コンピューター？センサーに手を置いて。センサー？あ、これ？あ、登録するの？何してんだ？やった！あいつら管理者コードのことは忘れてたみたい。ここなら臨時のアクセスコードを発行できる。いい？ ID を言うわよ。わかりやすいのでお願いします。フルネームと ID 5429009。いい？覚えられませんけど。5429009。合ってるか？ええ、合ってる。まもなく到着します。抵抗しなければ危害は加えません。画面固まってますけど。警告。え、警告。警報レベル。ああ、もう終わったの。施設内での発砲を確認。ではこれで。スタッフはメンテナンス棟へ急いでください。5429009。え、まだ早く。何？ねえ、持ち上げてくれる？あ、やっぱりね。施設への侵入者に対し、よし、待て。武器の使用が許可されています。警告。施設への侵入者に対し。いい？ああ、いけるか。私が奴らの気を引いたら入って。オッケー。いいか、無茶はするなよ。警告。警告。警察に通報しました。まもなく到着します。うるさいな、お前か。行け。たくさんいるけど、まあ、なんとかするわ。ジムブー、そこにいるんでしょ。今だな。今だ、入れ。ディコンリース5429009。5429009。おはようございます。ディコンリーセントジョン、フローラーデール研究所へようこそ。初めてのロジンです。まず、いいか、安全機能無効か。ジム、話を聞いて。行くぞ。くそ、ダメ。行くぞ。逃げなかったことを後悔するぞ。まだいるね。スタングレネードを使えばみたいなことをヘルプで言ってきたけど、いたいて。スタングレネード持ってないんよ。さすがにこの距離じゃ当てらんないね。
なぜフォーカスを使わないのか。はい、警告、施設への侵入者に対し、あ、びっくりした、サラか。どっから来たの、戻ってきたのか。ちょっと今ね、死体探るので忙しいんで先行っといて。あう、来れないな、お前か。隠れてんね。あれジムじゃない、隠れてるし。おい、防弾ガラス、まだ喋ってんね、お前か。くそ、お、あ、サラが終わらせてた。うん、見た見た。待ってろ、連れてきてやる。こいつらだけでここで2年やってきたってことなん？まあ、できなかないか。食べるものあるし、安全だし。ただ暇そう。さあ、この城の主と対決や。手を挙げろって、ここまで無警告で撃っておいて。いいから手を挙げろ。分かった、言うこと聞くから。よう、久しぶり。よし、動くな。マルゴス、さっきのは自己防衛だ。黙れ、襲っておいてよ。死んでる人たちだけど、あなたが撃ち殺したんでしょ。2年も前の話じゃん。一体何のことだ。あの人たちは何をしようとしてたの。お、なんで撃ち殺したの。ここに連れてこようとしてたとか。だから殺したの。余計なリスクは負えなかった。え、ここで生き残ってる人たちってあれだけだった。全員殺しちゃったけど。待ってくれ。お前も公主権にする。無理だ、やめてくれ。ジム、3まで数えるわ。やめろって。1。何も分かってない。2。頼むからやめろ。3。さっさとドアを開けなさい。あ、撃ちなさいよ。さっきの管理者権限で開ければええでしょうにね。研究室。どうか。何をしてるか。今まで全然研究所っぽくなかったですもんね。ええ、ジム。ちゃんと分かってるから。殺す必要はない。頼む。何頼んでんの。ごめんなさい、余計なリスクは負えない。おお、かっこいいね。結局殺すんだ。さあ早く終わらせましょう。強い女だね。何か？どういうことだ。あの時気づくべきだった。グレープルートとかいろんな植物をこの中で育ててたのに、いきなり全部変わった。ラボが封鎖されて、権限も取り上げられて。そういえばそんなこと言ってたな。デイビッドが言ってたのに、何かがおかしいって。落ち着け、デイビッドってのは。デイビッド・ゴーマン、このラボのインターンだった。私彼に言ったの、ここは最先端の製薬研究所なんだからって。何十億ドルもかかってる研究を潰す気かって。彼は聞かなかった。システムをハッキングして侵入したの。これが機密プロジェクトだとかなんとか意味不明なことを言い出して。機密プロジェクト。正義の味方にでもなったつもりだったのよ。
このことを世間に全部暴露するって聞かなくて、悪の帝国を暴いたデイビッド・ゴーマン、世界を救うってね。私、彼の話をまともに聞かなかった。考えすぎだって言ったの。きっとラボに侵入してここで極秘に作られてた何かのサンプルを盗んでったんだわ。よくわからない、どういうことだ。しばらくしてから私も気づいたの。刺されたあの日、フェアウェルにあるクローバーデールの事務所に行って、行ったの？デイビッドを探したんだけど、もういなかった。そりゃそうでしょ。2週間も前からね。ちょうどその頃ポートランドで大きなカンファレンスがあったの。デイビッドはそこで記者に会ったのよ。その時感染してたのに気づいてなかったんだわ。まさか。そしてその2日後にはカンファレンスの出席者は全員感染してて、そのまま飛行機に乗って帰って行ったのよ。翌週には25億人が死んでた。それは、デイビッドが最初の感染者だったんだ。分かってない。これは私の研究が関わってたのよ。いや、君追い出されたって言ったじゃん。私のせいなの。あいつらに利用されてた。まあかもしんないけど、今からじゃない、そんな言ったって。まあなんとなくこの流れは予想できてましたよね。製薬会社が出てきたあたりから極秘の研究。ちょっと待ってくれ。何？その待て。この手に持ってんのは何だ？温室の横の建物に中継機があるけど、なんで？分析装置に見えるけど、それがまさか DNA 合成装置とか言わないよな。ここにはあるし、ブーザーとリッキーに、というかロストレイクキャンプに知らせようかと。さすがにそれはちょっと安易すぎないか。それ一人で詰めるか。やっとくわ。よし、じゃあ行ってくる。いや、ただの分析装置だなそれは。DNA 合成装置はあんなんじゃねえだろう。フェンスの電流を止める、どこだ電源装置。そんな大層な研究ができるような施設には見えないんですけどね。よし、あの建物だ。間違いない。結構小さい敷地だし。またカラスかよ。くそ。カラスとやり合うのこれ。巣を焼き払う、 OK。 巣を焼くだけだったらこっちの焼夷ボルトで。あだー、いつの間に。巣はどれだ、これか。いなーっ、いなーっ、ちょっと、もう。お、よし、燃えろ鳥ども。もう一個あるらしいけど、どこですかね。あの木かな、あの木だね。いやー、ちょっと、ほんと、もう、もう腹立つ。爆破させるぞ。いや、爆破させません。 OK。 これは後で。あ、ちょっと待って、なんかいろいろあるわ。これ何？医療キット買う。うんうん。消毒液。はいはい。じゃあ矢を作っといて。拾って。これでいい。電源？あとはドアを開けて。ぶつかりましたね。うわ、まずい。危ねえ。ちょっと会話のタイミングが3テンポぐらい遅れてましたけど。電源オフ。これでよし。これやるとこの敷地内にゾンビがたくさん入ってきませんか？ブーザー、デイゴンだ。応答しろ。ロストレイクキャンプ、誰かいるか？ああ、うっす。
あ、いたか。よかったよかった。ああ、俺だ。久しぶり。元気そうで何よりだ。そっちもな、時間がないから手短に話すぞ。サラが昔勤めてたアイアンビュートの近くにある研究所だが、場所は覚えてるよな。いいか、そこに食料がある。大量にな。リッキーとアイアンマイクに伝えて人を送るんだ。まだってことはサラを見つけたのか。それは、ああ、見つけたよ。今の話からサラを見つけたことには繋がらないと思うんですけど、まあ見つけました。いつロストレイクに連れてくるんだ。いや、今説明してる時間はない。なんだ。さらに伝えてくれ。気をつけろってな。いいか。ブーザー。おいブーザー。ナナ。ロスレイクキャンプ応答しろ。出なくなっちゃった。あ、出た。リッキー。久しぶり。よかった。聞いてくれ。ああ、俺だ。知らせたいことがある。もうあれっきりかと思ってた。戻らないって聞いてたし。ああ、今は時間がない。まあ今も戻れないけど。見つかった。リキ。よかったね、リーコ。あんたが言った通り、彼女も生きてたんだ。人が変わってましたけどね。リコ。ああ、手短に話す。今それどころじゃないんですよ。フェンスに囲まれて電力もある。農場ね。ここには、あ、場所はブーザーに聞け。サラが働いてたアイアンビュートの施設だ。とにかくここに来れば大量の食料がある。分かった。ブーザーは元気か。ああ、元気元気。アイアンマイクから警備を任されてたよ。本当か。それはよかった。あいつに一言。あ、いや、やっぱもう切るぞ、ね、リキ。右手がナイフだから警備にはぴったりですわ。前にロウソクの話をしてたろ。あれ、え、何の話？正しかった。え、何の話？じゃあまたね。忘れちゃったわ。ロウソクの話なんかあったっけ。セントジョン、クーリだ。どこにいる？お、タイ。お前がセルセンさんの検問所を通過したと報告があった。あ、ああタイ、機材を取りに来ました。アイアンビュートの研究施設に来てるんだ。そのサラ、あ、いや、ウィテカー少尉がどうしても必要な実験機材。これから帰るであります。それがここに、ここでしか手に入らない。少尉が応答しない。え、少尉は通信機持ってないから。それで話したの。何を？ブーザーと。はい、気をつけろって。ああ、何の話かよくわかんないけど。ああ、俺たちは大丈夫だって伝えといた。天気が崩れる前に山を越えなきゃいけないから急ぐってこともな。どう思う？何が？どうだろう。何が？まずいかもな。何が？天気が？まあ間に合うかもしれないし、とにかく出よう。一回ロストレイクに戻ってもいいんだよ。一晩そこで宿を取るみたいな。すぐ戻んの？せっかく帰ってきたのに。ん？誰もいない。ここ、ここ山の上のキャンプかな。え、誰？え、なんで裸？おい、何も食わないのか。寒いでしょうよ。待って、すぐ行く。ああ、やけどが痛々しい。服が全部びしょ濡れ。まあ、雪山だからね。外国には暖炉しかないんですかね、温まる道具。日本には火鉢とかこたつとかあるけど。っていうか、このシチュエーションでこの格好もう完全にあれでしょう。しょうがないとはいえ。ああ、見るな見るな。何か食べたい？
あんの食べるものここに。そうだな。全然お腹空いてない。俺もだ。そうだ。これだけ働いたのに。寒いのか。ほら。うわやらしい。なんかさ毛布の1枚ぐらいあんじゃないの？ないの？何にもないのか。あこれはまずい。配信ではやって配信では見せてはいけない場面が来るかもしれない。その時は急に切断しますんでよろしくお願いします。あれねネットの広告でもあったけど何も起きないはずがなくっていうやつシチュエーションですね。あれなんだっけ。あちょっと待って。大丈夫ですか大丈夫ですか。つうかすごい寒そうなんですけど。寒いからこそ運動しようっていう話か。切れそうなのだ。頼ませそのままそのままでお願いします。 OKOKOK。 まあ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 若い男女ですんでいろいろと持て余すこともありましょうから。でもこれで元の鞘に戻ったとは思わないでよねっていう、これぐらいでちょっと恋人になったと思わないでよねみたいな、そういうやつワンナイトですので、そこは大人だから割り切っていこうや。さあちゅん泣いてるのかな。クローラーがカーカー言いそうではありますけど、何感動的な BGM 流してんの。こういう関係じゃないから上官と部下だから。もうすっかりそういう関係じゃないからじゃなかったの。すっかりそういう関係になってんじゃん。どうした軍隊の規律はどうした。ミッション完了。余計なリスクは負わない。大事。あんなに堅くなだったサラだったんですけど、ちょろいな。ロック鋼の心。ああなるほどね。サラですけど、サラここに来た当初は鋼の心の軍隊上官、軍隊の鋼の心を持った少尉でしたけど。鋼の心が雪と一緒に溶けましたよってか、なんだかな。あ、マニュアルもらった。遠隔爆弾。いいね。まだある。カスタムスキン。サラが乗ってるバイクなのかな。何か欲しいものあるの？悪い、ぼんやりしてた。ごめん、ぼんやりしてただけだわ。なんだこれ。様子を聞きたくてな。アップルゲートピーク電波塔へ向かう。誰だ？え、相棒？え？ブーザー？ブーザーここ来たの？ちょっと白いアイコンのミッションは、なんかすぐ。セントジョン、あ、いるか？はこちらセントジョン。どうしました、タイ殿。なんだ、タイ。司令部に戻ってくるんだ。え？直ちに。いや。診療所まで来い。診療所？どうしたんだ？ドック？問題が。すぐ行く。あれか、どったく、どうなってるんだ。ウィテカー少尉、聞こえるか。くそ、サラ。え、なんで。返事してくれ。なんでサラに話をしようとしてんの。チキチュー。ドッグはもしかしてあれですかね。外に行きたいとか言ってたから勝手に行って実は脱走しました扱いになってるとかそういう話。ちょっと待って、その前に、あった。バイク本当壊れそうだな。いいか、じゃなくて、お茶。ここか、承認。お、ここをね、信頼レベルが3になったので、買えるものが増えました。ここらで最高の品を揃えてる。うん。バッドランドビッグゲーム。ショットガン？あ、これあれだ。これなんて言うんだっけ。このグリップのところにリロード機構があるやつ。なんだっけな。まあいいや。ノックボレー。
7連式のショットガン7発同時に撃つと迫力があるが、え、そんなの？ダメージは最高ではないか。ダメージは高い、抑止力は高い、相談数1発7発一度に撃つからってこと？ PDW、 今持ってるのに比べるとダメージがちょっと上がる、精度がちょっと上がる、ずいぶん暇してるみてえだが、連射速度は下がる、貫通力が上がる、静止力もちょっと上がる、砲弾数が50から20上、普通に拳銃ですね。今持ってるのがサブマシンガンだから、あんまりかな。まあシカゴチョッパー結局買わなかったんですよね。買ってもええんだけど、買わなくてもええよねっていう、そういう感じ。フラッシュグレネード買っとこうか。軍事用のスタングレネードあんま使うことないんですけど、買っとくか。お得意様じゃねえか、クレジットが溜まってんならどんどん使え。あ、すごい溜まってる、5万5000もあるじゃん。そうこなくっちゃね。ほらよ、フラッググレネードも俺を億万長者にしてくれんだろ。お得意様じゃねえか。ガンロッカーは結構です。まあいいだろう。で、あと、あれを。セントジョン五条、また来いよ。あ、今まで倒した敵の耳を売ろう。サル、元気にやってるか？ある。あんまりサルな感じしないけど。ランナー10の20にしかなんないのか。ブレイカー13の25、思ったよりは。この辺じゃやっぱ稼げないね。すべて売る。たくさん働いたみたいね。それで全部だ。よし。で、これで、なんかブーザーがいるっぽいから会いに行きましょう。ブーザー、右腕がないから、バイクは運転できないはずなんですけど、車で来たんですかね。車だったら片手でも、運転できなくはない。教習所では10時10分とか言われるけど、でも自動車だって片手で運転するのは良くないですよね。基本両手で持てって言われるんじゃないんですかね。どうなんだろう。はい、ダイヤモンドレイクまで来てくれ。は？ダイヤモンドレイク？できるだけ急いでいく。道路を渡るしか。2年前なら車の餌食になってたな。ダイヤモンドレイクまで来てくれ。ダイヤモンドレイク。ダイヤモンドレイク。ダイヤモンドレイクってどこ？これだ。ダイヤモンドレイクとか言うけど、あ、これがダイヤモンドレイクですか？あ、全然ダイヤモンド感ないけど、ちょっと馴染みがないからどこか分かんなかったわ。あ、ちょっとゾンビが来てますけど。ほら、いい。他のためにちょっと頑張りすぎたな。まだ何か言いますけど、いるね。これだ。鹿を見るとどうしても足が止まってしまう。電波塔に行かないといけないのに。今度こそ行く。ラジオフリーオレゴン。おお、久々。実は人を解き放つ。こうなる前、陰謀論。ああ、パンデミックが世界中に広がったことは誰もが知っている。ここまで電波届くんですね。日米を三極委員会が一枚噛んでたとし、え、日本のせいなの？知っての通り、これは北米、西欧、日本の協力関係の促進をモットーとする非政府組織だ。
確かに促進してる。直撃する国を選んだのは奴ら。いや、だが何者かがアメリカを裏切った。もちろん国連にも責任はある。本当この人テロ国家に奇跡を渡してる。陰謀論大好きな。国連にとって好都合なのかもしれない。かつての友好も今じゃ安保理の座に収まってるか。ネロは手を汚しちゃいないが、海戦には多くの協力が必要だったはずだ。ラジオフリーオレゴンのマーク・コープランド、嘘の仕打ち。クマさんですね。これ普通のクマですな。お前が正しいかもしれないな。連中がクローバーデールの研究施設で何を作ってたのか知ったら、うわ、やばい、ぶったまげただろうな。結局その辺の陰謀は全然関係なしに、あのクローバーデールで何のためにあんなの作ったの。大佐、ちょっとまずい。これはもしかして、え、ちょっとまずくね。今クーリ隊員が囚人の回収。あ、まずくなかった、よかった。奴は明日公正な裁判を受け、日暮れには公正に出される。公正な裁判。え、誰が、ごめん聞いてなかった。公正な裁判を受ける権利が。え、誰が。そして公正に潰される。死ぬまで。ああ、さっき捕まえたやつか。ああ、はい、大佐の言う通りかと。失礼します。ではまた。仕事中だったんで分かんなかったわ。ヤッホー、いらっしゃいませ。なのだ、マオさん、どうもこんにちは。おっと、クマ来てんね、来てんね、来てんね。クマじゃないじゃん。ちょっと待て、ちょっと待て。で、なんだっけ。セントジョン校長。はい、何ですか。今忙しいんです。手が空き次第、私のところまで来てくれ。忙しいって言ってんじゃん。大佐、はい、すぐに行きます。どうしよう。お、クマどっか行ったな。あの狼肉欲しいんですけどね。クマ、そんな餌に釣られないクマ。あー、やっぱ焼夷ボルト結構ダメージ入るな。敵のこうマーカーつくんですけど、あのマーカー実は体力ゲージも兼ねてて、だんだん減っているのがわかるかと思いますが。わあ、なんか川を渡って来られないっぽいですね。あと一発、あと普通のボルトでいけるかな。いや、普通に銃弾でいくか。ほら来いよ。ナイスヘッショ。動物の場合のヘッドショットって頭というよりは内の中を狙うのがいい気がしてきた。ふぅ。ということで、野生生物の肉をたくさん集めておきたいところ。熊の肉は高く売れるはずなんで、どれくらいでしょうね。言うて何十キャッシュにしかならないはずですけど。でも基本このゲーム、お金稼ごうと思ったら動物狩るしかないんですよね。これだけ？もう一個なかったっけ？あ、ん？取ってた。オッケー。うん。よし、それでは。まだ先だな。向こうになんかあるな。はい、か。電波塔でイベントが起きるらしいので。直接行けないか。あー、直接は行けない系か。これこっちから回ったらいけるかな。おっと、大群じゃん。ここ巣だったな。こっちから行ける？行けそう。こんなとこに巣があったか。水の中は良くないんですけどね、バイクが傷むから。
あの巣の位置は覚えておいて、後で燃やしに行こう。あれか、連発通る。ん？キャンプ？電波塔の上でブーザーに連絡する。ああ、なるほど。こっから連絡拾ってこと。なんだ。ここにブーザーが来てるのかと思った。ん？こっから？え？あ？え？ああ。あそこに人がいるなって思ったら、あの木の下人がいるから、野党でもいるのかなと思ったら、あれ多分釣られてる人ですね。ちょっと幽霊でも見たような気分。高いな。はい、ここならいいだろう。ブーザー、俺だ、応答しろ。ロストレイク、聞こえるか？よし、聞いね。お前なのか？私ですよ。音が途切れてよく聞こえねえが、今どこにいる？クレーターレイクの南側にいる。それで、その、実は連絡が取れてよかった。俺はてっきりもう戻ってくるのかと。いや、まだいろいろあってな。当分戻れそうにないですね。今はその、なんだ、お前たちがどうしてるのか様子を聞きたくてな。まあ、とりあえずは問題ね。ところで、新しい警備主任は誰だと思う？お前さんでしょ。お前、そのまさかだ。腕が一本しかなければ大した問題も起こせねえって思ったんだろう。関係反応、まあ、とにかく様子が聞けてよかった。警備署員が問題を起こす。ああ、そうする。こういう前提で話してんのかな。予想聞きたくてな。本当に話を聞くだけですけど、まあ物語に深みを与えるということで。相棒の命 94%、 100% になったら死ぬんじゃないでしょうね。というのと、俺の責任だ。ドックに会う。さっき呼ばれてたやつですね。ただ、俺の責任だ。ドックに会う。誰の責任のことなんでしょうね。が出てるので、次がこれを行きたいところですが、もう16時か3時間ぐらいやってんのね。一旦終わるかな。ここに野党ハンター、出てますけども。助け出てますけど、この茶色いやつはサイドミッションっぽいので、これはまあ後でやっておこうかなと思いますけども、次回は来週の木曜かな。月曜日にね、月曜日祝日じゃないですか。朝活しようかなと思ったんですけど、再来週の金曜日も天皇誕生日で祝日になるので、そちらに朝活入れようと思うので、月曜日はなしな感じになりまして、で、こちらの続きは例によって木曜の19時半とか20時とかになるかと思います。うん、結構物語進みましたかね。まあドックの話とか出てきてるし、このクレーターキャンプだっけ、ウィザード島のキャンプもまだまだ波乱がありそうですけど、ひとまず元の奥さんまあ奥さんであるサラと、まあなんかイチャイチャできるようになった、仲良くなれたみたいでよかったのかなっていう感じですが、なんかな、ここ新たな真相が分かりまして、いけないけど、うん、研究所でこのゾンビパンデミックの原因が作られていたと、ウイルスが作られていたと、
まあ、よくある流れですけど、じゃあなんでそんなことしたのかっていう話ではなってないのが、まあ気になるところといえば気になるところだし、まあ過去以外にもこの先、大佐の軍隊は何この戦争に勝つみたいなことを言ってますけど、ゾンビたち相手に本当に勝つことできるのか、あできんのかな、サラがなんか抗ウイルス薬を作るみたいなことを言ってたし、それで解決するんですかね。まあまあまあ、この先どうなるか分かりませんけど、そろそろ終わりの雰囲気を、終わりの匂いを感じ出しましたね。デイズゴーンどこまで続くか分かりませんけど、また続き見てもらえればと思います。うん、というところで今日の配信はここまでにしますかね。また次回機会がありましたらご覧ください。うん、なんだったらなんだっけ、アーカイブでもご覧ください。おつおつ、真央さんどうもありがいつもありがとうございます。はい、作業のお供なんかに聞いてもらえると嬉しいです。お相手は二足三門ソフトウェアゲーミング部門所属、陣の楓でした。ではごきげんよう。